っしゃい。 JR 九州が新しく走らせる36+3というね、7つ星に次ぐ豪華列車、この間試乗させていただいて長崎まで行って帰ってきたんですけど、やっぱね、列車でゆっくりしながら飲む酒ってね、格別だなと。で、今回その僕がこう関わらせてもらったのが、まあ、九州を一周する列車なんですけど、まあ、旅する九州酒というテーマでね、九州各地のお酒を車内で楽しんでいただけるようになってますので、まあ、九州の方も九州以外の方もぜひね、36+3楽しまれてください。YouTube を見ながらダラダラ飲みたい。なるほど。半露露ノーナル、住吉庵限定、こちら紹介したいと思います。あの YouTube って本当にダラダラ見ちゃうなって、もう本当もう僕も気づいたらずっと家にいる時はもう見てようが見てないがずっと YouTube がね携帯から流れてる状況なんですけど、このノーナルっていう酒は博多の人はねピンとくると思うんですけど、博多弁でノーナルっていうのは、まあ、なくなるという、まあ、意味なんですね。これはあの、まあ、裏にも書いてあるけど、ノーナルとは博多弁でなくなるという意味、体や料理と自然に馴染み気づけば酒がノーナットル、そんな優しい滑らかな味わいを地元の水とお米で表現しましたと。だからもう本当にこう気づいたら酒がなくなっちゃうようなね、本当こうノンストレスで入ってくる自然体の酒ですね。よくねこの動画でも言ってるんですけど、常温に置いといてこううまい酒っていうのが、まあ、家では活躍するのかなと。まあ、冷蔵庫で冷やしといて、まあ、冷やしてうまいお酒っていうのももちろん美味しいですし、缶つけるのも美味しいんですけど、やっぱポンと置いといて、そのまあ YouTube 見ながらダラ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 常温に上がってっても味がだれずにね心地よく入ってくるお酒っていうのはなんか日本酒らしくていいのかなという気がしますね。熱々の炊きたてのご飯も美味しいですけど、常温ぐらいのおにぎりとかねの美味しさってあるじゃないですか。お米のその甘みとかもね余計に感じるし、まあ、お酒もね似たところがあって、常温の状態っていうのが、まあ、お酒そのものの味もよく感じられるんで、ね、お店に行ってなんか常温でゆるゆるお酒飲むことってないと思うんで、なんかお店ではやっぱこう冷えてしまった冷酒だったりとか丁寧につけてもらったおかんを、まあ、味わって、まあ、家ではねなんかその常温でゆるゆるこう楽しめるような酒を選んでもらうと、その場その場でこう違うお酒が楽しめるのかなと思いますんで、まあ、今日のね酒クエスト、 YouTube を見ながらダラダラ飲みたい、まあ、家でダラダラ飲むには常温でうまい酒、ハナノツユノーナル、こちらぜひお試しください。ありがとうございました。チャンネル登録